ラフコーヒーラフコーヒーは2000年代後半に登場したロシアと旧ソ連諸国で人気のあるコーヒー飲料。一杯のエスプレッソにクリームを蒸気で加熱することでできた少量の泡を加えることで作られる。ラテとの主な違いは牛乳の代わりにバニラシュガーとクリームを用いることである。多くの場合シロップを加えて供される。まず、 様々なコーヒーシロップを容器に注ぎ、次に 35ml のエスプレッソを注ぐ。次に、バニラシュガーと共に、脂肪分15%以下の温めたクリームを加え、クリーマーですべての材料を65度になるまで加熱する。多くの場合、ラフを入れるときに、粉末のシナモンが振りかけられる。特殊な材料を加えた、様々なバリエーションが存在する。アルコール、 砂糖の代わりに蜂蜜、ラベンダーなどである。伝説によると、1996年から1997年に、モスクワのカフェ、コーヒービーンでの実験の結果、ラフコーヒーが誕生した。ラファエルという名前のカフェの客は、普通のコーヒーを拒否し、バリスタによる実験の結果、牛乳を含む通常のコーヒーより、柔らかく甘い味のコーヒーが生まれた。後に、 この飲み物を気に入った客たちは、ラフのようなコーヒーを頼むようになり、そして徐々に名前は、ラフコーヒーあるいは単に、ラフと短くなった。徐々に、バリスタが他のカフェに移動するにつれて、この飲み物はそこで提供されるようになり、ロシア中のカフェで人気を集めた。モスクワとロシアでは、非常に人気のある飲み物だとみなされている。2018年までに、 ラフコーヒーはロシアを超えて広がり、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンのカフェでもラフコーヒーは提供されている。ラフコーヒーは CIS 諸国以外ではほとんど知られていないは普通のアラビキコーヒーと呼ばれ、特定特殊な苦味が一部のコーヒー好きから評価されているが、一部のデータによれば一部のチェコのカフェやインドネシアでさえ作られている。ロシアのコーヒーの専門家の中には、 クリームとバニラシュガーの味がエスプレッソの香りを消すとラフコーヒーを批判する者もいるがこのコーヒーがロシア発の新たなコーヒーの数少ないうちの一つであることを認めている。これ以外にかなり甘い飲み物が人気という事実はロシアのコーヒー文化の際だった特徴として示されている。ありがとうございます。